同級。掛布雅之の同級チャンネル、今回のゲストは85年優勝メンバー、真由美さんと岡田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。真由美さんが阪神に来られたのは、田淵さんと古澤さんと、2対4でした。2対5でしたっけ ?2 対4。で、53年のオフですよね、確か。ね、昭和だと、はいはい。その時、球団から阪神にトレードだよってのはどんな感じで聞いたんですか？クラウンライターライオンズ。クラウンライターの時ですか？クラウンライターライオンズが、所沢、埼玉。そうか。なるほど。西武になる時に。西武になる時に、身売りして、はい。ほんで、その、来季は西武で試合やるからっつって、若いやつだけ集まって、新規練習やってたのよ、はいはい。そのメンバーに入ってたんですね。そう。グラウンドはね、グラウンドもなかったし、平和台も使えないのよ。あれ、市のやつやからね。ほんで、副大のグラウンドで、その、20人かな。まあ、ピッチャー10人、野手10人ぐらい。で、やってたの、練習を。で、この若い、選手はもう来季をね、見越して、とにかくこの若い選手だけで、来季はね、試合を戦っていくぐらいの気持ちでやってくれよと、そのぐらい周期練習見入れてやってくれよって言われて、まさかトレードっていうのは頭になかったわけないんだ。一緒に来た若菜は、一応トレード要員で練習に出てきてなかったんだから。あ、若菜さんは？そうなんだ。だから本当にね、もうトレードなんかあると思ってなかった。ほんで練習してたら、テレビ局の人が来てんのよ。カメラ持ってさ。でまずないのよ。田舎でっていうか、福岡でもね。取材なんかあるわけないのよ。周期練習でね。カメラ来てるから、不思議やなと思ってこう見てた。そしたら、そのディレクターの人が呼ぶわけよ。マイブさん、お願いしますって言うわけよ。まあ、パーって行って。何ですか？何ですかって言ったら、とりあえず決まりましたって言うから、って言って。球団からじゃなくて？球団からじゃなくて。そう。これでね、そんなことあるわけないじゃん、その前に聞いてんだから、はいはいはい、10人ぐらいでやるとさ、ほんでコーチに、すいません、テレビ局の人がトレード決まった言ってるんですけどって言ったら、そんなわけないやろ、練習してこいって言われてさ、コーチも、全然コーチも監督も全然知らないのか、そのままさ、練習に行って、でも監督も変わるでしょ、でも、西武と変わったでしょ、変わってない。あ根本さん、根本さんがそのまま行ったから、根本さんがそのまま行ったんだ、あの時。クラウンの時も根本さんだった。で、周期練習は根本さんができなかった。二軍の監督がやってたからね。で、そのディレクターの人がさ、コーチか監督に言って、ここでトレード決まりましたから、ちょっと取材させてくださいって、本当とかって言って、それで取材を受けたわけ。初めてだから誰も知らなかった。あ、そうなんですか。取材を受けて、で、それが取材終わってから、なんかトレード決まったみたいですけどって言ったら、球団事務所行ってくれ、今電話かかってきたから。阪神とも知らなかったの？いや、阪神とも知らないよ。あ、いわゆるトレードは決まった、球団も分かってないんだ。決まったっていうと時にはもう阪神だ、阪神だ。どうでした、その阪神という名前聞いた時。ほんで、そこからね、その球場から球団事務所に行ったら、根本さんと球団代表がいて、ほんで、お前阪神行ってくれって。はい、え、阪神ですか。もう嬉しくてしょうがない、ね。あ、そうですか。そうそうそう。そりゃそうだよ、なんかわけわからないさ、球団だもん。そうかそうかそうか。西武だよ。埼玉っていうイメージあるからね。まだね、球場できてなかったんだよ。そうなんだ。まだ工事中、工事にかかったばっかりか。うん、キャンプの時まだできてなかったんだ。ほんで、これ阪神だ、いいなとか思って、その年か。のオールスターで甲子園に来てたからさ、そこで野球できるしなと思って。なるほどなるほど。本当喜んだよ。入ってきて54年っていうと、小林茂さんが入ってきた時ですよね。そうそう。どうでした、その阪神というイメージは。俺はそのキャンプの1日目から、高知に入ってさ、高知です、定山観光ホテル。定山観光ホテル。で、その片岡さんって、はい、いびきがごっつかったのよ。分かります。一緒の部屋やったの。そしたら、小林さんがトレード決まってさ、コーチに入ってくるわけよ。入ってきましたよ。それで、片岡さんと離れて、小林さんと一緒の部屋やった。小林さんと一緒？小林さんと一緒やった。あ、そうですか。キャンプがね。どうでした、小林さんって方は。かっこよかったね。かっこよかったね。真っ白のジャージ。かっ
こよかった。ちょっとどっちかというと心情的な感じだったよね。ああでこう、うん、サインする時もさ足組んでさでこうやって書いてるの。ああそうこうでこうですよね。で赤いあのロングラークのさあらラークのこれはかっこよかったよ、うん、で真美さん覚えてますか小林さんが伝統がない阪神には伝統がないって言った言葉はいや覚えてないあのみんなの前で挨拶した時に巨人は歴史と伝統があるけども阪神には歴史がありますが伝統はありません、うん、いや僕それがすっごく覚えてるんだよ、うんはあ、これ意味分かんなかったからさすがいやいやでも何なんだこの人と思ったら本当に、うん、もう覚えてない覚えてないああそう、うん、挨拶で言うたんですかそれ挨拶で俺1年目やから分かんないもんそれで岡はその次の54年のドラフトだよねこれはもう自分で阪神という、うんね、小林さんのね一番最初に聞いたのは、うん巨人の選手は試合前にヒゲ剃るけど、うん、阪神の選手は試合終わったからヒゲ剃るとか言ってた、うん、それは聞いた小林さんに小林さんになるほどあと飲みに行くときにヒゲ剃るとでも巨人の選手は試合前にヒゲ剃るって聞いたなるほどね、うん、その違いがあると違いがあるいやだから勝てない勝てない大体試合終わってからやなヒゲ剃るのでオカはさその希望がやっぱ阪神だったのプロ野球だったらどこでもいいってどこでもいいさっき西武ね、はい、だから前最初西武できた時でしょ、うんうん、西武が一番熱心やったんですねおあ、まあ、西武よりもね、うん、プリンスホテルそのだから1年前に中尾さんとかね一、うん、つ上の石毛、うん、だから西武とプリンスホテルで一緒にできたんですよ。ああ社会人も。はい、だ石毛さんとかもう、そうそうたるメンバーに。メンバー入ってるよ。プリンスホテルに。あのね、多分俺出されたの石毛がね、ほとんど決まってたんだよ。いやいや、だから。真由美さんいらないと。うん、そう。だから、プリンスホテル入って2年して、西武っていう、そういう流れです。そうそうそう。そうだ、ねうん。それも多分あるかもわからないですわ、本当ね。うん。それで阪神に、うん入ると決まった時はでも地元が大阪だしいや僕も阪神ファンですよそうでしょあの早稲田もあの猛虎会入ってますよ、はい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 、大学時代もなんかサークルに若い時っていうか小さい時の写真でさあの優勝パレードやってるのそう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 ういう感じだったんですか、うん、いやいや俺は、うん、もうとにかくまあ関西まで4つあったんですよ近鉄、うん、南海阪急ね、うんうん、だからまあ関西に帰ってきたいのが、うん、まあ、セリフがあったんだあとヤクルトと西武ですからねああそうなんだよな、はいはい、東京というのはあったけど、うん、まあそれでまあどこでももうプロ行くつもりだったんですけど、うん、阪神はまああの時あの小林さんスカウト小林さんと小林さんいたなよ田丸さん田丸さん、ね、田丸さんが上に行ってたんですよ、はい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 、部長だったか田丸さん、うんうん、阪神だけ、うん、サードは空いてないよって言われた僕がいたからねだからあとは、うん、もう阪急もみんなサード開けて待って待ってました、ま、てだからあの時ブレーザーだったからね、うん、ブレーザーですよ、うん、そうだよねで真由美さんはさ阪神のイメージどうだったんですか入った僕野球に関してですよ遊びじゃありませんよ、うん、いやあのね、うん、やっぱりね大阪九州の人間からすると大阪ってねちょっとねなんかこうあんまり印象良くないよなんで、うん、なんかねすごくなんか騙されそうな気がするなんでそんなことないよな騙される騙されるってうまいでしょいやうまくはないでしょうんいやそれでねやっぱ球団もねちょっとねやっぱなんかこうゴタゴタがあるみたいなイメージね。イメージはね、結構なんかね。田淵さんもさ、なんか夜遅くにトレード決まったからって言われて、そう、ね、そうあの夜中に決まる。向こうはガタガタしてるんで、こっちは喜んでる。ああ、そう田淵さんも怒ってましたから。そういう印象あったね。あでもあの小馬さんが入った時ね、うん、小馬さん最多勝取ったでしょ。はい、で僕ホームラン王でしょ。うん、で三割バッターが3人か4人ぐらいいたんですよ。それで勝てないチームだったんだよな、うん、いやだから俺は入った時ね、うん、あこういうチームでレギュラーになれないと思ったんですよあのアリゾナ行った来た時に、ね、あだから2年間アリゾナでしょ最初2年間アリゾナだったで、まあ、ブレーザーもあってだから1月のね20日過ぎにブレーザー1回来たんですよね甲子園にああそうだったかなゴールド自主トレの期間にね、うん、その時にだから、守備コーチ の市原さんね市原さんいたね通訳兼、はい、守備コーチブレーザーに呼ばれて新人は
1年目から使わないからって言われてる。いきなり言われてるんですか。あ、そう。1月の二十何日にね。そんなこと言うからか、ね、いや俺だからどういう意味かな、分からんかったでしょ。あ、そう。それで僕は足の怪我するじゃない。あれあてあれはいつだ。あれ3年目ですか。あ、3年目か。あれ3年目です、ね、そうそう、最初だからで、まあ内野手用のグラブ持って行ったんですよね、うん、はいはい、で、あの市原さんと安藤さんね。そう、安藤さんと市原さん、うん、そうどこ回ってたんかな。でセカンド回ってたんかな。 でも俺その時も怪我したから、ね、膝。いやいや、まだしてないでしょ。いや、してるから、シーズン入って、あ、シーズン入ってからさ、あとでサード守ったんですよ。でサード守ったね、うん、キャンプで、あったんですか、あの中西太さんがバッティングメンバー言うのに、A グループ、A 組誰誰誰誰で、B 組最後にヒルトンとか言ったんやな、あれね。痛い。中西さんが1日間違うたんや、あれね。ほんで、ヒルトンで誰や言い出して、ヤクルトのヒルトンらしいで、とか言って。あ、そうそう。あれ、なんでヒルトン取ったのね。もうセカンドでね。セカンドですよ。そうそう。それはだから、もうあの外国の外国人監督だから取れた。そう。ブレイザーのあれだもんね。まあ、もう揉める原因になって思って。でもね、考えるとブレイザーのシンキングベースボールいろいろ言うけども、うん、そんな、まあこの人はブレイザー監督に失礼だけども、そんなびっくりするような野球やりました。そんなにあの違ったことなかったけど、うん、俺びっくりしたのは、あのブレザーに呼ばれてちょっとビデオあの見てくるよって言われて、うん、何ですかって言って見たらさ、守っててさ、こうやって守ってて、うん、ほんで、あ、キャッチャーがインコース構えたらこうすんのよ、やっぱこっちが三遊間が多いなと思ったらこうするやん、うん、あ、すいません開けと、はい、開くなって言われたのよ。あ、開くな、うん、そう開いてるから、ブレザーベタ足ですもんね、うん、あ、そう。あの内野手みんな俺もベタ足言われたよ、うん。こうやってやるから、もしかしたらバッターから見えるかもしれないって言うし、うん、じゃあ、こっちのこうやった方がスタート切れるから、ちょっとこうしながら体重もこっちにって言ったら。あ、もうこのままこうしとけってわけ。そう。もう動かないでくれって言われてよ。そう、かかとも上げないとね。こう前にやるなよ。俺はだからサードとかそんな言われてないんだ。後ろの引きをどうなりするんや言われてね、遅れるからって細かいこと言うなと思ってさ、ってそれ聞いてよ。でも野球の作戦はそんな大したこと、作戦的にはそんなに大したことないよね。だ僕が怒られたのは全力疾走だけは怒られましたよ。言われたね、言われたな、言われたあれだけは立派でしたね、あれは徹底しとったね、徹底してた、ずっとビデオでさ撮っててさ、そう全力疾走だけは。でブレイザーの後は誰だ。中西さん中西さん5月15日ですよ。もう忘れる、うん、俺忘れもしないな、それ。よく覚えてるね。1年目で、5月15日。あ、そうか。でも、おかにしてみたらさ、ブレザーが辞めるってなった時は気持ちはどうだったの。いやいや、その前にもう試合出てたんですよ。4月の20末ぐらいから出だしたんでね。オカとヒルドンと、まあ、ちょこちょここう変わりながら出てたんで、そうでこれがさまたあのうるさくなってきて周りが、あの岡田さん岡田さんって言われるしさ、でまた打ったしね、うん、最後神宮でね、あのブレーナーのタクシーに石投げられて、でもあれでね、あれでも決定的なね、対談なんで、ね、でもね、岡野さ、うん、インコースのさばき方っていうのはちょっと天才的なものがあるでしょ、うんうん、高校大学からああいうインコースのさばきってのは、いやいや大学ですね、大学、うん、大学だからインコースはもうね、もう全然苦にならなかったです。ああ、そう、そんな切れるようなファール打つことないだろ。打つないですね。ここもうとにかくインコースのボールを三塁線ゴロでね、うん、三塁線をファールにならないでゴロで抜くのが醍醐味ですよ、右バッターの。ああ、そうなんだ。ファールにならないでね、うん、あのインコースのさばきは誰なんすか。いやいや、あのコーチでさ、山内さんや。山内さんのあれやった。あれはすごい。でも岡のねインコースのさばきとちょっと山内さんのは違うんだろうね。違うんだよな、うん、いや俺僕山内さん分からないですね。僕あのずっと中西さんですもん。岡はさ、うん、ちょっと左にちょっと浮かして抜いていく、あ、ファールにしないように、しないようにこうな、そうかも分からない。山内さんは腰ピュッキュッと開くから、だから岡野はすごくバットが体から離れないよね。そう、
よく言われたんは、ね、キャッチャーが打たないと思ってトロッとしたら打ってたいうの。ああ分かる。近いところで、ね、近いところで、だから前ではさばいてないですよ。そういうことだよ。前でさばいたらファールになってる、ファールになるからね。で大学でのそのホームランってのはさ、まあ、レフト方向へのホームランがほぼ、それはレフト多かったですね。あ、まあ、ライトも打ったんですけど、まあ、それはもうレフトですね。レフトです。あ、すごかったもんな。僕あの室内での岡田のティーバッティング見た時、ああこのヘッドスピードはすごいなと思いましたわ。まあ、大学生入ってきて、うん、結構数字残していいっていうか、すごい大学生が入りましたって言うけど、うん、やっぱプロのまっすぐにはまだついていけないんだと思ってたのよ。そしたらやっぱりあのヘッドスピードついていけるとね、それでびっくりした。だそんなに戸惑いなかったんじゃないか。あ、打つ方はね、そうだろう、うん、でもさっきも出てたけど、なんでこのチーム優勝できないかなと思った。ああ、それはだからね、僕はよく言うの選手層でね、まあ、巨人広島かね、やっぱりね、どうだったんですか、強かったけど、なぜ勝てないんだっていうような。いや、やっぱピッチャー悪いなと思って。あ、まあピッチャーね、ピッチャーね、そ、そこに行くよね、うん、そうそこに行くね。よう打ってたけどね、ただね、いや、野手の戦力すごかったですよ。すごかった、うん、俺さ、ピッチャーだよね。その小林さんとかが辞めて、本当にピッチャーいなくなった。いなくなった。で、あの時に、あの池田が入ってたでしょ。地下ね、うん、それ中西と中西、うん、これ1、2かなんか、1、2、ね、でこれ見ててね、あれこれもしかしたら勝てるかもしれないと思い始めた。真由美さんが池田近房に、うん、お前そんな投げんなとかなんとか言ったんでしょ。1年目ね、1年目、1年目の最後の試合かなんかで、うん、実証かかってるとかって言って、うん、一生懸命、うん、あいつが肩痛いとかなんか言って投げてるから、もう無理すんなよって、来年来年とかって言って、それは何、うん、その60年のシーズンはひょっとすると思ってたんだ。思ってた、思ってた。俺キャンプで言ってるはず。言ってた言ってた、うん、言ってたでしょ。だから俺たちあのキャンプの時って同じグループでもあるよな、うんうん、その時だ、俺前さん聞いたの覚えてる、うんうん、いやこれ絶対今年は優勝やでとかって言ってた。僕はそんな手応え感じてた。いや俺はね、うん、足怪我した次の年だから。ああ、そうか、60年か。そうそう、だから58年に怪我してね、うん、で59年はもう、まあ、ファーストやったり、うん、ライトやったりでね、うん、で吉田さんに代わってセカンドだから、そうそういうことよね、59年の奥にね。だから俺がライト行った、前さんライト行くんだ。そう、前さんライト行ったんだよ。とにかくまあ、であの時選手会長になったんですよ、また前の年、そう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 、あの59年に。だから、まあ、みんなのね、選手会長ってみんな行くといけないんだけど、自分がレギュラーポジションまだない時です、僕は。いや、あの時ね、その前俺が選手会長で、岡が怪我をしたなんか、ちょっといろいろ悩んでるなと思ったから、岡の部屋に行って、もう岡、お前選手会長やれよって言ってたの。うんうん、そういうのが岡にとっていいかなと思ったの、うん、俺。ちょっと押し付けちゃうような形で言ったんだけど、いろんなものを背負った方が、うん、俺、岡がいいかなと思ったのよ。岡はその方がいいと思って。うん、でそれよりもさ、ユーザーはもう初めから決めてたよ、セカンドって。だから僕、うん、オフに聞いたんですよ。なって、シーズンオフに、うん、あのセカンドで戻るっていうの。入ってきたってのもでかいんだよね。平田はだからね、その前の前の年やから、うん、で、1年目試合にあんま出てないのに、騙されました言ってたからね、あいつ。真由美さん膝が悪いって言ってたじゃないでしょ、そうそうそう、だから入ったんですけどって また動けるじゃないですか。あいつの1年目さ、俺130試合出てるよ。あ、そうなんだ。ほんで真由美さんがライトコンバートするじゃない、うん、それ納得しましたもん、うん、納得したよ。だって俺膝本当悪かったし、またまた、いや本当本当本当、前十字靭帯ちょっと、うん、もう切ってるか伸びてるか分かんない。で岡が怪我して俺セカンドやってたでしょ。はい、やってた。でセカンドやってて、うんで、あの平田がショートやってたから、ショートやった、うん、今更ショートに帰るっていうのもなとか思いながら、あ、なるほどね、うん、最初平田がセカンド入ったんやね、うん、俺が怪我した時は。そうやったかな。それで結局入れ替わったんですよね。そうそう、それでもう前田さんライトのコンバートはもう納得してのコンバートだったんだ、うん、あの外野結構自信あったんだ。あ、そうなんですか。守ったことあったんですか。若い時あのチビ固めで外野入ったの、あのライオンズの時。そうそう、あ、うん、それで岡がセカンドにはまるわけですよね。これで60年のキャンプですよ、はい、まだ忘れないわ、真由美さんが勝てるだろうって言ったの、うん、それはだから59年の池田近房中西あたりが入ってきて、うん、ピッチャーがちょっとそこそこメンバーが揃ったぞと、うん、でこのメンバー打つメンバーが揃えば勝てるなと、うんうん、本当に思ったね。あ、そう、ここ2、3年は絶対優勝できるなと思って、だから、うん、優勝した次の年に負けたのが不思議でしょうがない。いや、そう、あれはちょっといろいろ怪我とかね、あれね。だから僕はその時に、
ランディがね、うん、バースがどこでエンジンかけるかじゃないですかって言ったのを覚えてるんですよ、うん、ランディはちょっとエンジンかけるの遅いじゃない、春先ね、うん、春先ダメだもんな、ま、だそうだなって、で、うん、開幕戦広島ですよ、そうそうそう、負けましたよね、うん、さよなら、はい、俺あのライトでこう真由美さんが取れるのに隠し玉取れてないわ倒れ込んでさ隠し玉でしょそんな腹いや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 だと申し訳なさそうにあ福島さん俺言われたよ後で、ね、取れないのに飛び込まないとかいやいやそれはやっぱ一応さよならやから飛び込んどかなあれあかんや最後隠し玉か、いやいや違う違う表ね、その9回の表か、うん、表隠し玉です、北村だ、北村のそうあれ木下さんだったか、木下さんね、それで福島さんのライト戦です、そう福島さんね、うん、で申し訳なさそうに倒れ込んで、そうそうそう、でさよなら負けですよ、で俺バスの一番後ろで、うん、無理ですかねって俺言ったの覚えてんだよな、真由美さんに、いやあれは全然取れんよ、全然取れないんだよ優勝、あ優勝今年がね、ああ無理かな、でバースも僕も2人で5三振ぐらいしてるんだもん、あそう、あの広島戦 で、うん、で翌日勝ったのかな、あれ雨で流れてるんですよね開幕戦が確か2年生で2試合やったからね、2試合だったよな、で1勝1敗か、1勝1敗、うん、それで甲子園だよな、ジャイアンツ戦だよな、だから雨開幕が遅かったんですよ、遅いですよ、遅いよ、7月入ってから10日ぐらいかな、10日ぐらいだよね、そうそう、だからすぐ甲子園でできたんですね、甲子園で終わってたからね、終わってから3連勝したわけですよ、あの3連戦、そうそうそう、あれ牧野つなぐって3本は2戦目初戦か2戦目2戦目です、うん、2戦目だよね、うん、岡がさ河野さんのラッキーの時走った、そうそう、初戦1塁からホーム帰ってきて帰ってきたんだよな、佐野さんのなんか言っとった言っとった、あの河野さんぐらい落として、うん、5点か6点ぐらいそれで取って、そう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 、それで勝ってで3連発ですよ、それでバースが始めた、なんか前日雨でナイター練習できなかったの巨人が、あ、そう言ってたな、そんなこと、なんか3本目の岡のスライダーを読み切って打ったの、うん、すっごいと思うのよ、あれもうスライダー読み切ってた、あれマッスラやろ、いやスライダー、いやスライダーだよな、マッスラスライダースライダーです、ほとんどマッスラやけど、うん、あいつは逆にスライダーかけてくれたからよかったんじゃないの、あいやだからあの時マキシュート投げてたの知ってる、あ後で聞いたって、あのバースのホームランで、バースのホームラン、うん、シュートなんですって、俺あのマッスラ絶対打てないと思ってたけど、ね、うん、後で聞いたんだけど、いや前2人だからシュートは知らないですよ、バースのあの時まっすぐと思ってた、まっすぐと思ってた、ダブルボールも当然シュートなんであると思ってないし、まっすぐしか待ってない、投げてると思うもんね、そう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 、ほんで僕とバースはまっすぐまっすぐ打って、そうそう、だからもうスライダーや、スライダーやな、うん、前田さん途中で怪我しましたよね、肋骨ね、肋骨ね、あれホームでしたっけ、ホームで若菜と、あれ札幌ちゃうんですか、札幌よ、札幌だ、札幌、うん、丸山球場、そう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 、平田があの4つぐらいいらっしゃった時あの時おもろかったな、内野集まってもそうそうそう俺もいや俺カズさんでもそう嫌いすごかった俺も2つ目ぐらいやったから俺マウンドで笑ったもん3つ目ぐらいの時にさ監督がね平田さん、平田お前こうなんでもとにかく前に出てこい前に出てこいって言ってたら、ね、2つぐらいやった時に今度前に行った前に行ってツルッツルッショートね、あの平田とあの太陽あの高い豊かですよ、2人で7つかやってくれ、偉いそうそうでも俺せっかくすぐ見てるボールがこんなにしていってるよ、さ取れないさ丸山丸山は怖かったですよ、怖かったさあガタガタだもん、うん、丸山か長崎の大鉢球場です、あ長崎も怖かったで帰りの、あの北海道平田1年分のエラーしたなと言ったんだよな、うん、バスの中でね、うん、バスの中で大笑い、あれ最後5対5引き分けだったでしょ9回、うん、だって最後2アウト満塁ですよね、そうだったかな、で満塁で山本和さんです、あそもうわで集まってね、カウさんが平田にお前とこ絶対打つからな言うた平田汗バーンだこれでそうそうそう俺もうマウンドで笑ってたもんそうそうカウさんお前とこ絶対打つからないじゃああのレオンレオンレオンリー右の絶対ショートゴロ行くね先生ツーアウト満塁ですよ引き5対5ツーアウト満塁
カウさんが言うた平田に。だってカウさん平田しか言うもん言ってない。ないわな。あとあとこバースやから。バースに言ったら。バースは絶対言えないから。平田はまあ汗ブワー流れてきてもデーゲームやしね。あれあっち向いてほいでセカンドゴロ来たんですよ。そう。そう岡野最後あそうあと思ったらあの辺でバーンと跳ねたんですよ。ラッキーがよかったと思ったあんな血に合うゴロだって取れてないの跳ねてよかったなと思って。でも札幌でね僕10年ぐらい、まあ、隔年だったよな、うん、俺たち隔年勝ったことないでしょ。勝ったことなかった。そう俺も勝ったことないです。青子も勝ったことない。マルさんも勝ったことないでしょ。勝ったことない。引き分けがあの引き分け1個だよね。一個だけ。ってことやね、やっぱ遊んじゃったのかな。まあね。で、うん、だからデーゲームだしね。俺だから引き分け十分やと思ったよ。あのずっと勝ってないんだからさ。勝ってないからね。引き分けたよ今年、うん、って思った。だから僕その時あれマネージャー野田さんじゃないな、誰だったかな。野田さん。せいさんちゃう。せいさんかな。あ、せいさんのせいだ。せいさん。だから俺一回ね、かけ申し訳ないけど、うん、外に出ていくのは構わないけど。うん、若い選手たちみんな1回ぐらい食事にしてから出て行ってくれたんだろう。ああ、はいはいはい、はい。一切手をつけないんやって、まあ。早いからね。早いから。1時かなんかゲームかな。ゲームだから。誰も食堂に来ないって言うの、うん。そんなこと言ってもな。出ちゃうよね。みんな待ってるんだから、早く出ていかないと。その時は前山さん、あれですか。札幌の時も門限には帰ってきてないでしょ。門限なかったんじゃない？あったよな。いや俺も分からないいやあの一回ねキャンプの時に、うん、ちょっと高知でほら構想があって、おいおいおい、あキャンプはあったよ。あったね。あれ安藤さんの時ですよ。いやいや、あれ吉さんの時。安藤さんの時もあったでしょ。あのいや吉さんって60年でしょ構想。うん、いやちょっと後かな。いやいや外出禁止だったもん。あ外出禁止あったですよ。あったよね。あ覚えてない俺。俺あの外出禁止っていう意識がないから。ないな俺には。だって真由さんはさ、うん、朝こそ寝坊してたんで朝の体操出てこなかったよね。いや出てきてない。しょっちゅうじゃないよ。いや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 たまによ。たまに手山で、で俺と平田が同じ部屋で遅れた。え手山の時。うん手山で。手山は分かるでしょ。あ浜の方の時は分からんけど手山わかるだろ。でも真由さんわからないんだよ。俺と平田がその朝早いゴルフのメンバーの人の一般の方よ、うん、そのモーニングコールホテルが間違えて5時ぐらいにモーニングコールかかってくるわけだ、うん、ほいで二度寝しちゃったわけ、うん、ほいで平田が朝早い時間ですって30秒ぐらいですよ、うん、俺セーフって俺言ったわけだ、うん、ほいでこう体操してる時にあくびかなんかしてたんだろうね。翌日一面体操であくび。体操であくび。かけ子あくびって。そうだ、あくびした方がいいよ。それから体操って言ったら、真由美さんも飯食ってんの。ああ、そうやったかね、手山。手山。知らん顔して飯食ってましたよ。いや、それ体操してから早めに行ったんじゃないの。いや、全然、真由美さんいないぞ、真由美さんいないぞって。いや、ほら、目立たなかったから、朝は。ほんで、吉崎と二人で。飯食ってた。飯食ってんの。おい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 って。吉崎も来てなかったんちゃう。吉崎も来てないよ。多分一緒に二人部屋ですもんね、あれね。二人部屋、二人部屋。昔で二人部屋だよな。二人部屋だった。僕は誰と一緒だった。泊まり。あ、泊まりか。じゃあ昔ってさ、本当にキャンプの時ってタコ部屋でしょ。そうそうそう。岡も一緒になったことあるよな。あそこはあの何だっけ、豊館。豊館で、あれ5人部屋ぐらいやったでしょ。あ、豊館で俺も入ったころあの大きいとこ寝、ね、寝ましたわ。若菜さんと福さんと誰かな。風間さん。風間さんやな。風間さん。初めて行った時俺あの平さんと真由美さんと俺と3人やったと。それも気ぃ使うな。気ぃ使う。初めての1年目、まあ1年目でもだから結局5年目かなのかな。6年目か。それ気ぃ使うよな。俺も一番若い頃ね、兄や古澤健二で僕もう寝れないぞ。寝れなあ、たまらないよ ね。しかも2人ともいなかったんじゃないの。ずっと。いや、いましたよ。いました、いました。しかし我々の時代っていうのはさ、うん、その特に60年っていうのは遊びましたよね。いや俺はまあマジで野球やってたから。一回真由美さんあのバス乗り遅れたことありましたよね。あったね。あった。あれ60年ですか。あれ優勝した時でしょ。いや、前の年ぐらい。その前でしょ、うん、前の年かな、うん、あの品川の時ですよ。品川。そう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 、品川の時まだ江本さんとかいたもん。これでバス出ちゃったんですよね。出た。
もうびっくりしたよ。品川の時は結構みんなバス遅れてたでしょ、うん、そう。でも真由美さん先に特技いたでしょ。いやいや、あ、次の日ね、あの移動日で休みやったのよ。ほいでフロントから電話かかってきてさ、ほんで起こされて、ほんで、あ、すいません、今から降りますわって、いや、もうバス出ましたからって言うからさ、そうですかって言って、ほんで、新幹線の中にさ、朝子屋さんやって。朝子屋さん。マネージャーが。はい、で朝子屋さんに電話して、すいません、遅れましたって言って、あ、そうかって。ほんで、お前一人で帰ってこいって、はい。うん、それで終わり。それで終わり。そうそう。で、その日練習なかったから。まあ、朝子屋さんそういう方ですよね。そう。まあ、あれが練習があるとかしたんだよ。1年目ブレイザーの時はあれでしょ。あの一緒のホテル泊まってなかったですもんね。ブレザー泊まってない、ね、外国人がだから外国人と一緒別のホテルだったもんな、ね、だからもうあれもあのブレザーの時は門限なかったもん。門限なかったないもんね。その感覚じゃないもんね。感覚ないよな。吉田さんの優勝した時もなかったでしょ。基本的にあったんだけどないよね。ないない調べもしてない。グランドでちゃんとやってくれたらいいっていう、いいっていうことだよ、ね、そうそう、うん、でだからよく連敗なんかすると吉田さんが今日門限なしだなんてありましたもんね。そう、うん、出て行ってこいってよく出て遊んでこいって言ったもんな。 そんな言われてもな、ひょろ出てないのになとか思いながらさでも遊んじゃうんですよねでもあの60年ってのはね、あの僕の記憶だと5連敗3回ぐらいしてるんだよなんか、うんうん、5連敗3回してる。日航機の時とね、うん、日航機があったからね一番は。で周りの人がね5連敗を3回以上したチームが優勝したことがないみたいなこと、僕ちょっと記事を読んだ記憶があるんだけど、うん、岡なんかどのあたりからその優勝ってのを意識しました。いやいや俺はもうだって入る前の年ぐらいから、うんうん、もうあれも8月ぐらいトップやったでしょ。トップやな。それで最後あの大体夏のロードでこう落ちていくっていうね、もうそういう、うん、なんか僕あれが聞いてたからピッチャーが頑張ってくれたらなっていう、まあそれがあの日航機でね、あれ5連覇が広島行ってね、はい、あの時集まって、あの時俺言いに行ったんですよ、みんなの意見を。吉田監督に最終的にの意見は、うん、中西と、うん、福間さんと山本和さんで、うん、オールスターみたいに3イニングずつ投げ出してくれと。吉田監督と行って、はい、選手会長として、ね、うん、もう一発に却下ですわ。ダメだった。ダメだ。でもその後横浜でやってるんですね。あ、そう見たらやってる。3人で勝ってるんですよ。あ、そうなんや。まあ、最初は違うかもしれないけどね、うん、スタート。真由美さんはさ、うん、最初からその優勝っていうのを意識しててですよ、うん、いけると思ってました。やっぱり俺ね本当にあのピッチャー、とにかくピッチャーがっていう意識があって、それこそ広島の頃っていうのがもう本当にピッチャーがいなくなってね、ただそのなんて拾える試合を拾っていけば数字的にはいけそうな感じだったからね、うん、はいはい、とにかくその打つを打っていかないとなとは思います。だからそういう意味だと福間さんの存在って大きかったよな。そう、福さんね、福さんと中西やね。中西大きかったよ。中西も、まあ、元気若いしね、元気やったからね中西ね。だから山川さんがさ、怪我して赤字切って、ほんで誰にすんのかなって、まあ中西ちょこちょこやったけど、うん、やっぱりね中西がやっぱやってくれたのがさ良かったよ。先発10勝がだから3人ぐらいいたのかな、うん、とチュンタもいたからね。チュンちゃんもいたよ。チュンタずっと拾って勝ったからね、うん、でゲールでしょ。ゲールね、なんか、ゲールが近かったよな。池田とゲールだもんね。で優勝の決めた神宮、うん、引き分けで優勝知らなかったよな。いや知らなかった知らなかった。いや言ってたぞお前。いや知らなかった。いや知らなかったな、うん、内野陣集まった時誰も知らない。知らなかった最後。俺ベンチで聞いたような気がするんだけどな。夜もだから掛布さんがホームラン打って、うん、二塁行ったでしょ。二塁打ってで岡はツーベース打ってんか、うん、そうで、バントでサード行って佐野さんの犠牲フライだよな、うん、そうそう、あのバントがあれやん、北村さんやったかな。北村ペーが決めたんだよ、ね、それ俺二塁から来たんよ。一夜さんがちょこい呼ばれて、北村に絶対バッター当てろってもう一夜さんが言ってたらもう忘れもせんよ。俺しかしね、岡から聞いたと思ったら岡も知らなかった。いや俺も知らなかった知らなかった。俺なんか誰からから聞いたのよ、うん、引き分けで印象決まりますよって。え、10回時間制限の時間制限かの引き分けがあった時代だよね、うん、そうで、あの時多分9回に同点を追いついた。同点だよ。で10回ゼロやった。ゼロやった。表ゼロ、うん、でその時に引き分けでもでどうなんだ、引き分けやったらどうなるんかなというのをベンチそうそうそうマウンドに行ってな。マウンドで知らなかった。いや岡知ってる。いや僕知りませんと。平田は僕知りませんと。
でベンチでみんな胴上げだって言うから、うん、で2アウトぐらいになってからね、ベンチでなんかそわそわしてるからさ、これ引き上げても優勝違うか言ったんですよ俺あの時思ったよ、なんかねだんだんこうベンチに近いように 前にちょっと守る、ライト守ってて、そう、ライト守ってさ、これ抜かれたらどなすんだよな思いながらさ、でも前に行ってる、前に行ってんのよ、嬉しくて。でもあの時だけ僕はね、中西にサードゴロ出せろって言った。あの時だけサイは取ってアウトにしたかった。だからピッチャーゴロだ、ピッチャーゴロ、ピッチャーゴロね。あの時はさすがにピッチャーゴロでもカバーいかんかったね、もうそのままカバーいって、俺来そうな気がしなかったもんな、ライトにライトに来そうな気がしないし、もう少しずつ少しセカンドすぐでしょぐらいあの瞬間ってのは何とも言えない、なんか僕はねちょっと間があったんですよ、中西が取って泊まりがパーンと取ったから、うん、はよかったって時バーッとみんな来たから、ちょっと僕はね、うん、一晩置いていったわ、あ俺らは遠いからもう早い行こう早い行こうと思って、いや本当にいいのかなこんなとこ守ってんじゃなかった、しかしいい思い出だよな、だね、一回しかないもんな、何回もしたかったね本当に連覇したかった ね、いやいやあの時はもうできると思うんだけどね、できたな、うん、楽勝にできると思うんだけど、これで3年は楽勝やな、楽勝できると思ってたからね、まあ、吉田さんが言いましたもんね、うん、50年代は広島の時代だと、うん、60年代は阪神の時代が来た、うん、って言ったら連覇できなかったんだよ、うん、まずあれだから地下が怪我したのかな、バースも状態悪かったんですよ。そうだね。あとだから3年、うん、2年後、いやいや次の年、その次の年ぐらいにもう帰ってっからね。帰った帰った。バース帰ったもんね。帰った。次の年ですよね。あ次の年、うんうん。で地下が足踏まれて骨折して、うん、それでデッドボール当たって、うん、うん、で結局連覇できずですよね。あれ連覇してたらちょっと変わってたろうな、次の年もでもね5割で3位やったからね、そうだよな、うん、結構まだね踏ん張ってたっていうか、うん、戦える戦力があったよな、うん、怪我だよね、怪我がやっぱり、ね、怪我がそうだよね。じゃあちょっと話題を変えて、皆さんが現役の時の、巨人について、まあ、やっぱり巨人戦っていうのはちょっと特別なものだったのかというところと、ただ僕らの時代から、うん、まあ、特別なものはあったけども、ちょっとその一時期は巨人戦に対するその球団の評価ってちょっと違う時あったでしょ。賞金倍でした。そうだよね、うん、賞金がね巨人戦だけ違うような時もあったりだとかあったので、俺言ったな、3連勝したらね、あ倍倍のね、何回っていうの、それとね3連勝したらって聞いて1戦負けたらもうないわけやからねこれちょっとこの契約あかんなと思ったけどな、と、ね、今とさあの頃っていうのは何が違うかって言ったら、他の球団とやる時のさ観客動員数が全然違うのよ、うん、違うね、もう周りの雰囲気が巨人戦だけは盛り上がるようになってるんだよね、うん、なってね、いつだか巨人に勝つ1勝も巨人以外のチームに勝つ1勝も1勝に変わりはないじゃないかって言った時があるんですよ、うん、それでもうその巨人だけ特別に意識しなかったね、しないですね、意識するのはおかしいんじゃないですかっていうのは選手から球団に言ったことはあるよね、うん、でも意識したな、でも巨人戦だけだったからね、前になったのはね、そうそう、我々だから60年ぐらいからでしょ、あの亡くなってきた、そうそうそう、うん、どこの球団 も一緒いっぱいになってきた、そう、あの優勝争いする頃から、うん、他のチームでやる時も前になった、そう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 、だそれまではだからアルプススタンドが開放されることってのは、うん、まあ、巨人戦だとかゴールデンウィークの時だとか、だ土日のいい時期のデーゲームとかね、うん、だってさそのチケットをさ取ってくれって言われるのが、うん、巨人戦だけなんだから、巨人戦そうですよ、ファンの人っていうか知り合いからね電話とかもね、そう巨人戦ここ何枚か取ってくれとかって、他の自分で買えよっていや他のチームでやるときはね何もでもあるからさ、何もいくらでもあるからね、ところがジャイアンツ戦だけはやっぱりねなかなか手に入らないと、うん、で僕は若い頃は甲子園球場ってのは5回かな、うん、終わると多分タダだったんですよ、外野がねなんか、うん、だから5回終わってあと観客が増えることは結構ありましたよね、うん、まあ今は全然意識してないですよ、ね、巨人、ね、今は多分巨人戦に対する意識っていうのは我々の時代とはちょっと違うでしょう、今のは一緒でしょ、どこに勝っても、うん、あのなんてあれボーナスっていうかね、一緒だろう、賞金のもね、うんうん、
意識するチームっていうのはやっぱり今やったらヤクルトやったりとか、うん、そう、まあ、前年の優勝チームとかね、やっぱりそういう方がね、うんうん、そこを倒すっていうかね、うん、やっぱりね、あの監督なんかしてて、あ、ここが今年は強そうやなっていうのはある程度そこから意識始めるね、うん、でもじゃあ巨人というのに対する江川というピッチャーに対してはどうですか、意識的に江川。これはね、なんとなく打ったような気がすんのよ、あのまっすぐね、まっすぐね、まっすぐをさ、みんなさ、もうヘルメットこう深くかぶってさ、ここから上を打たないとか、あ、こうして、そうそうそう、もう、あ、高めを見ないようにする、うん、そういうせいとかって言われたけど、俺ね、逆やったの、うん、もうなんかね、ベルトのとこ着ててもさ、うん、この辺に来んのよ、まあ、感じがね、感じがね、うん、だからどうしても高めを振ってしまうから、うん、もう初めから高め狙ってたから。もうこれ振ろうと思ったの、うん、この辺に来るやつ上からガツンと打ったろう思ってさ、それちょうどあった、ちょうどあった、あ、そういう打ち方してたんですか、うん、う、いやもうなかなかでもそれ難しいでしょ、難しいけどね、難しいけど、こう言われた通りにさ、いや高くして、これ見逃したと思ったらこれ振るんだよ、この辺こう打ちに行ったのがさ、ずーっと上がって上がるのよ、分かる絶対空振りなのよ、分かる分かる、初めからこうやって低めにあんまり来なかったもんね、来ない、うん、だ高め狙ってると高めを見逃せるのよ、また、あ、こう、ゾーンで待ってると。狙ってるからね。そうそうそう、狙ってる。あ、そう。だからそういう発想。いや、僕はね、そういう待ち方したことないわ。うん、あ、そうですか。あら、あ、なんか結構打ったなって。あ、そうですか。本当に大根切りみたいな感じで打ってた。ああ。僕はどうだったの？いや、俺は、まあ、大の時最初打ったんですよ。うん。でももう最初4の4ぐらい打ったのかな、1の時。もうそれからね、5番になったらね、それ7番で打ったんですよ、うん、で5番に刺されて変わるわけだ、変わる、全然ボール違うよね5番になったらだってさ、何やと思ってピンチの時にさ投げるボールって絶対違うもん、そうそうそう、ギアもだからプロ入ってまあそういうね、もうちょっとね、あの国はずっと5番やったし、うん、ほとんどが、まあ、ほとんど打ってないですね、ここは一回 あの 0-0 で、うん、あの、あれは東京で、東京の打ち合うわ、何や、後楽園、うん、後楽園、うん、あったでしょ、あの4番からで、ああ今でもあの吉田さんが俺はバントの際に絶対出せない言うんやけど、あれゲールと江川さんの投げ合いでね、で7回くらいかな、4番からやってたんですよ、ベンチで、うん、吉田さんにおい出たらバントするから言われてた、えっと思ってね、嘘ほんまかなと思って、うん、で出たんですよ、中垣さん出て、うんうんうん、一応なんかバントのつなげてマジ嘘と思ったよ俺もどないしようかな、まあとにかくね、でした、いや一球ファウルしようと思って一球ファウルしよう、いやいやバント構えしてバント構えしよういや起きたのだからファウル一つあるんですよ、またバントのつなげて次ボールやったんですよ、はい、これワンツーぐらいになったら多分エンドランになるやろうなと思って、で次もねバントやったと思うよこれ、ボールになってエンドランでやったんですよ、読み通りや、それでホームラン打ったんです、エンドランで、あ、エンドランでちょうどエンドランでちょうどよかったよねこれあのゴロ打ちに行ったのが超ホームランだった、そうベンチ帰ってもなんかみんな知らんぷりしたから俺なんか悪いことしたんかなと思ったけどなんかあれ一回きりやったよね、でもすごいピッチャーだったよね、今でも言うても吉田さんは俺バントの出さない、出されてないいや出したって言うのに言ういや俺は出せないまだ言うてるよな、しかし江川さんは何がすごかったんですか、いやそれはもう絶対にまっすぐの伸びよ、うん、でスライダーを覚えてからあの伸びがねちょっとねなくなった、うん、スライダー投げてましたわ、覚えたね。なんかね、カーブ、それもね、最後の、ね、1年か2年ぐらいよ。最後のでしょ、うん、僕にはだからスライダーというボールは投げてきたことないですわ。多分シュートも投げてなかったけど、うん、最後の年かなんかに、多分シュート投げて。いや、でも、まっすぐとカーブだよね。あれだけ遅い。あれだけ遅いんだから。それと、投げるテンポが早いよね。あのさ、ベンチでさ、コーチが言うわけやな。お前、ま、上、あの、高めのストロー行っとるやろ、とかって言って。そのつもりで行くのよ。で、行って、低いなと思って、うちに行ったらスーッと伸びてくるよ。おーって言ってこう、だから、これね、皆さん、そのコーチの方たちもみんなね、高めは打つなって言っても、
高めに見えないんだよね。そうそう、ベルト、ベルト付近だもん。それだってこの辺なんだもん。ど真ん中ぐらいに見えるからね。うん、だから皆さんね、ほんとなんでこんなそば振るのって言うんだけど、帰ってきてからさ、怒られる。てるやろ。こら、てる。あたたたた。いや、でも見えるのはここだから。そう。いやだからあのストレートってのは。ちょっといなかったでしょ、あのね、速いやつはあれ、速いボールはね、なんぼでもいたの。いた。速いピッチャーがいました。あれだけこう、伸びてくるっていうか、いなかったね。振り遅れじゃないもんね。あの、上、下がったらちょうど。当たらない。当たらない。ストレートなんだよ。当たらない空振りね、うん。詰まるとかじゃないのよね。うん、そうそう。球児がね、うん、一番いい時ってあんなボールを掘ったんじゃないかなと思うんだけど。あ、もう分かる分かる分かる。でね、あの時のね、ビデオを見てると、145、6キロなのよ。うん、あ、球児もで、球児が、球児もでしょ、うん。それがね、150キロ掘るようになったのよ。うん。それがね、空振り取れなくなって。当たるでしょ。うん、この当たるのよ。うん。だからスピン量だよね。このね、こう当たり前みたいに伸びてくるんだよ。うん、ああ、速いとね。うん、ところが145、6キロでこうやって伸びてくるからさ、うち、ん、に行ってあーってなったの。だから。結局大谷にしてもさ、日本でクルーンなんかでしょ、160キロでストレート、でも当たるんだよね。江川さんいい時ね、なんか収束で5キロぐらいしか変わらないとかあったらしいね。この差がないんだよね。みんな大体8から10ぐらい違うんですよ。ああ、なるほどなるほど。だから昔ではあれ収束でしょ、うん、だから最高でね157か8ぐらい言ってたね、江川さんのボール今 の計測したらね。だからね、うん、今昔のその映像が出るときあるじゃない、うん、江川が投げてて137キロだとか、そうそうそう、出るね、出るんだよ、あれもうね、変えなきゃダメだよ、はい、えらい遅いボールをたち振らさせる、空振りしてたみたいにね、バッタープライド傷つくよね、うん、だからあれね、今の技術があれば初速で10キロぐらい違うから、ね、江川のボールをやっぱ表示しなきゃダメですよ、うん、そうしてもらいたい。バッターがね、137キロぐらいのボールを当たらないのかだから。から特殊のストレートなんだよね、だから。